はい、こんにちは、やーすです。このチャンネルはですね、僕が独り言を言って、いろいろこう日々起こってることを話すっていう、そんなチャンネルになっておりますと。もしよかったらチャンネル登録お願いします。1000人目指してます。あと300人ぐらいなのかな。で、僕メインで今最近、去年からいろいろこう健康不良というか、体調がいろいろ良くなくて、うつ病の治療を始めていたりだとか、あとは睡眠障害の治療とか、あとは男性更年期障害っていう、いろんな治療をしていて、それをこうどんどん動画に上げてるんですが、その中でこうコメント欄とかで質問をもらうんで、その質問に答えたいなと思ってますと。で、もらった質問が、抗うつ薬のイフェクサーの副作用に、性機能障害っていうのがありますが、まずヤクさんは性機能障害にまずなりましたか？でそれは時間の計画とともに良くなりましたかっていう、その質問をいただきました。でそれに対して答えたいと思いますと。でちょっと僕 YouTube でどこまで話して OK なのかがちょっとよくわからないので、もしそういう体験談とはいえ、性的なお話になるので、あんまりそういうのが好きじゃないですよっていう方はこっから先は見ないでくださいと。で、イフェクサーいろいろ副作用あるんですよ。で僕いろいろ副作用経験していて、その話は別の動画に撮ってあるんですが、性機能障害に関しては、体感的に起こったというふうに、感じています。ただ一つだけ断定できないのが、僕同時に男性更年期障害というふうにもロー症候群っていうんですけど、診断をされていて、実際血液検査で男性ホルモンの値がこう、大体25ないといけないのがもう4しかない、要するに80歳代のレベルしかないですよっていうふうに急降下してるっていう状況も診断されていて、テストステロン補充療法って、男性ホルモンを注射で入れるっていうこともやってるので、イフェクサーによって性機能障害が起こったのかっていうのは断定できないんですが、多分起こってるはずだよね多分ね。でじゃあ、時間とともに良くなりましたかっていうのも、僕イフェクサーを飲み始めたタイミングと男性ホルモンの、補充療法注射でこう打つっていうやつを同時に始めて、いたので、なんて言うんだろう、時間の経過とともに良くなっています。ただちょっと僕の場合複雑なのが、そういううつとか男性更年期っていうふうに診断される2ヶ月ぐらい前に、全身麻酔で1週間ぐらい入院して、ここ20センチぐらい切って、なんか10万人に1人のレアな腫瘍、最終的にがんじゃなかったからよかったんだけれどっていうものを経験して、でその半年以上前の2022年の夏ぐらいからいろいろ検査とかもしてて、もう自分に性欲があるのかどうかもう分かんない、思い出せない。実際泌尿器科で男性更年期障害の診断を受ける時に「前はどうだったんですか？」ってやっぱ当然聞かれたんだけど、いや分かんないんだよね。そんなことよりもここになんかしこりがあるし、いろんな病院行ってもよく分かんないし、で最終的に手術してとかだったんで、じゃあただそれ全部込み込みで、イフェクサーによって性機能障害は多分絶対ある程度起こってるし、で、時間の経過とともに例えば朝立ち、朝勃起するとか、最近だともう、男性更年期障害の治療も始めてどれか11本ぐらい男性ホルモン打ってるのかな。ちょいちょいムラムラみたいな感じのことをすることもあるので、性機能障害は改善ある種しつつというふうに多分言ってもいいと思うんだよね。すいません、イフェクサー単体でこうなりましたって言えれば、一番その質問者さんからの答えに対してズバリこうなりました、僕のケースはって言えるんですが、ちょっと僕のケースいろんな要素が絡み合ってて面倒くさいんですよ。で、ただ明確に性機能障害としてこう分かるのがですね、まずまあ持続力みたいなもの、それをその性欲でムラムラする時間みたいなものが本当に瞬発的にしか出てこない、これはもう男性ホルモンだから男性更年期障害の方に引っ張られてるはずなんだけどね。で男性器は勃起すると硬くなりますが、そんなに硬くなってないと思う。わかんないけど多分ね、もうなんかその過去どうだったかとかあんま比べるにもよくわかんないんだよね。ただ明確に一つだけわかるのは、例えばその自分で処理をしますよっていうふうに自慰行為をして射精まで持ってくのですが、それにむちゃむちゃ時間もかかるし、射精しにくくなっているっていうのはもうこれはもう確実に言えることで、この部分に関しては男性更年期障害とかテストステロン注射とは関係ないんで、イフェクサーの副作用だと思います。なのでその時間の経過とともにそういった部分に関してはあんまり改善が見られないので、今イフェクサー飲み始めて8ヶ月経ってるのか、本来ならなんだろう、一緒にそういうところでこう悩んだりとかってあったら相談してねっていうふうに言われたんですが、ちょっと僕のケースの場合男性更年期障害の治療もしてるし、そこまで不便にも感じてないし、もう とりあえずそのメインフォーカスはその睡眠障害と、うつ病の方だから、抗うつ薬イフェクサーのこう量を最終的にはどんどん減らしていく。で今減薬が始まってたりもするので、そこをどんどん進めていくことによってそのね俗に言う勃起力であったりとか、その行くのに時間がかかるのが短くなるのかとか、射精しにくいっていう状況が改善するのかによって、ある種逆説的にイフェクサーの副作用がありましたよねって言えるかもしれないし、言えないかもしれないっていう、そういう状況です。なので非常に答えにならないお話にはなってしまうんですが、イフェクサーも明確にその副作用として性機能障害って書いてあるので、もし飲まれている人の中で。飲んでる人の中で方が多分質問してくれたんで、それを感じたのであれば、もう定期的にその医師の診察を受けるときに積極的に相談をするのがいいと思います。なんかその僕の場合はその肝機能障害の方まで行っちゃってて、多分これは絶対ねテストステロン注射のせいなんだけど、もうこれ以上余計に薬を飲みたくないっていうのもあるんで、もうそこの治療はもうどうでもいいやって感じで放置をしてるんですが、そのなんだ人それぞれ置かれている状況とか気にするポイントが違うので、積極的にこう医者に相談をしてこう解決策を探していくっていうのが一番いいです。なんでかっていうと、なんか性機能障害が出て嫌だなって思っていると、逆にそれがメンタルにとって良くなくて、それが総合的にそのうつ病の治療をある種複雑化長引かせるっていうところにつながりかねないので、なのですぐに医者に相談してください。でいつも通りなのですが、もうね薬とか飲む生活も嫌だよね。もう健康を気にする生活はいいのだけど、治療をずっとし続けていき、その治療がメインとなるライフスタイルになるとやっぱ人生全然楽しめないので、ちょっと是非皆さんもこういう状況に陥る前にストレスケアというか人生を楽しむっていう方にシフトして、こうライフスタイルをちょっと見直す必要がない人は見直さなくてもいいんだけど、なんかちょっとこうストレス抱えまくってるなとか頑張りすぎてるんじゃないかな自分ってなったら、もう人生楽しみましょう。病気になるともう大変なのでまあそんな感じです。まあもしよかったらチャンネル登録お願いします。まあそんな感じかな。じゃあね、バイバイ。